夏は体を冷やすのが上手に練習を乗り越えるコツです。ちなみに私は手のひらを冷やします。首、腕、この濡れた状態で走るとこの水分が蒸発するので少し体温を下げてくれるので、しっかり全身を濡らしながら走ると、夏暑い中でも走れるかなと思います。体の体温を下げてあげるという、工夫も夏の練習には大事かなと思います。頑張って夏を乗り越えましょう。